9月26日、松山市勝岡町の愛媛県運転免許センターでシニアドライバーズスクールが開かれました。これは JAF 日本自動車連盟愛媛支部、日本自動車工業会、全日本交通安全協会が共同で開いたもので、50歳以上のシニアドライバーを対象に安全運転についての知識や日常運転する上での正しい運転姿勢などが講義されました。また特設されたコース内では、参加者が普段運転しているマイカーを使っての正しいハンドル操作を学ぶスラローム走行や、緊急時の急ブレーキ、一時停止の必要性を学ぶ多段階停止などの体験が行われました。18名の方に参加いただいておりまして、51歳から78歳まで参加者がいらっしゃいました。マイカーを持ち込んでいただきまして、現在のご自分の身体能力とマイカーの性能を把握いただきまして、日頃の運転に役立てていただく交通安全運転、それから事故を絶対しない運転、これに役立てていただきたいという思いで開催しております。まず1つ目、急ブレーキ体験は時速40キロで走行いただいておりまして、急ブレーキを踏んでいただく、この体験なかなか日常生活では急ブレーキを踏まれた方がいらっしゃらない、少ない現状を踏まえまして、思いっきりブレーキを踏んでいただくということで体験をいただきました。2つ目のスラローム走行ですけれども、ハンドルを右へ左へと上手に縫っていただくような運転をいただくことによって、とっさのハンドルさばきで危険を回避すると、こういうのを学んでいただきました。3つ目の狭いところからの脱出方法ということで、多段階停止、ちょうど停止線のあるところをどのように何度止まってからこう広い道路に出れば安全かというのをお伝えしました。3回に分けて、止まってから交差点に進入されますと、まあ、安全な走行ができるというのをお伝えいたしました。以上3つでございます。参加者たちは熱心に取り組み、安全運転についての知識を深めたようです。